しょっす、なおです。今回は MP7 のこの装備を使ってキルコンにやってまいりました。キルコン初めて撮るんじゃないですかね。そう、あ、でもそういうわけじゃないのかな。過去に撮ったことあるかな、わかんないけど、だいたい TS かドミかサーチしか撮ってないと思うので珍しいと思いますよ。僕もね、キルコン自体の単体ルールがあるのは珍しい方なんで。来たかな。お、ほらいいとか言って横取りする。あ、やばいやばいやばい。隠れる。あげる。ナイス。さすがにもう一回横取りはひどいからやらないよ。ナイスです。変わったかな、リス。なんかチージスっぽいですね、感覚。感覚はチージスなんだけど、壁があるからね。そこがやっぱ、キルコンとチージスの違い。あと、100ポイント。100個のタグを集めなくちゃいけないんで、そこでちょっと、危ねえな。怖いな。そこでね、ちょっと時間に差があるような気がしますね。走れー。割とキルストがたまりやすいかもしれない。オッケー、オッケー、オッケー、いいね、いいね。ほら、みんなタグに変われ。最高だぜ、これ。うわーい。わーい。100ポイントって、大きすぎねえか、これ。あー、ちょっと待って。アップね、アップね。ちょっと待って、いろいろね、自分の近くから湧きすぎよ。よっ。おぉ。あー、C4 か。いやー、そうなんだよな。今回ちょっとね、ライトウェイトとマラソンをつけてるんで、マラライですね。そう、マラソンだっけ、これ。そもそも。自分で言ってるけど。まあ、総力系のあれですよ。体調絶好調でしたっけ。もう作品が違いますね。よし。こういう風にね、走りまくって取りまくるみたいなね、感じで。まあ、タグ取ってるのが一番あれですかね。もうタグ取ることが目的ですから、そこに総力は欠かせませんね。危ね。あー、ちょっと待って待って、ちょっと待って待って、こっちもいるし、あっちもいるし。おっ、そうそうそう、こんな、そんなー、しかも後ろ来とったしね、しょうがないね。いや、でも、これ、なんか、久々に、止まらない、やるかもしれない。あんま使わないんですよね。止まらない。スワッチとかだとね、ちょっとあれで敬遠されるような感じで、そうなんですけど、よいしょ。おーっと、危ねえ。さあ、おいで、おいでというか、来てるね。後ろ。うわぁ、これは厳しいな。リスか、相手の。リスまで行っちゃったわ、俺。ちょっと今のあれだったか。それ。いいじゃん。撃て撃て撃て。いけた、いけた。いけそうだったけどな。厳しいな。ははは。なんか引っかかってる。いいね。ショックチャージなんかこれ、ジャケがない、ジャケマスクがないときにね、これショックチャージ引っかかるとめちゃくちゃめんどくさいんですよね。みんなも多分総力系のパーク使ってんじゃないの、多分それで当たるんじゃないかな。うん、これ当たったらすっごいね、めんどくさいんだよね。当たれ当たれ、当たった当たったこれすっごいほんとめんどくさいんですよね。だからあえて持ってきたんですけど。よっ、なんか声がしたぞ。よし、あ、あー、近いな。ショットガンか。まあ確かにショットガンだったらね、こうしてすぐタグが取れるっていうところはいけんかもしれないですけど。取らんのこれ。あ、そう、俺セムトックスな、死なないな。よし、突っ込め。あ、むしろこの人も一緒のタイミングでぶつかっちゃったよ。ほら、危ねえ。よしよし、この人も MP。 UAV awaiting orders。 OK。 どうだろう、こっちにいないかな。お、2人しか来てない。お、映った映った。OK。 Counter UAV inbound。 おー、いいぞいいぞ。こっちから来るかな。Friendly UAV inbound。 あー、ダメだ、こっちから来ない。もらう。イエーイ、走りまくり。まあ、そもそもこれって走るような感じ。キルコンって、おちょちょちょち、
ヒルコンって確かモダン3でしたっけ。モダン3から出て、なんか当初はね、画期的な、なんかキャンプがない地ですみたいな、そんなね、動かせるためにみたいなね、そんな感じでね、作られた感じのルールだったのかなーなんて思ってね、思ってたらなんかよくわからん存在になってしまったけどね。新ルールだけども、なかなかキルコンはまだ定着した方ですよね。新ルールの中ではまだマシな方、新ルールであとマシな方っつったら、あるかな。もう新ルールって呼ぶようなルールが、まともなルールがね、ゴーストでなんかいっぱい出てきたみたいですけど、あれらはちょっと、ドロップゾーンとかはまあ一部の人に人気があるような、そんな感じのルールになってますからね。それ以外で考えるとね、何がこう、っていうかむしろ新ルールの前にマーセナリーチームデスマッチを復活させ、マーセナリーチームデスマッチじゃなくてもいいんですけどね、マーセナリードミネーションとかね、そういうものが欲しいですね。あの野良で、野良だけでやるみたいな、それやればね絶対楽しいと思うんですけどね。やっぱりパーティーはパーティー、野良は野良でやるとねやっぱ楽しいと思うんですよね。まあ確かに野良でパーティー潰すのも楽しいかもしれないけど、それはなかなかできることじゃないからね。うん、それだからやっぱり野良は野良同士でやった方が楽しいんですよね。それがマーセナリーチームデスマッチとしての価値があったんですけど、チーですなら、あとモッシュピットかなんかでねありましたよね。ああいうなんかルールを、全てのルールをじゃなくて特定のルールがねやっぱやりたいんですよね。いくら野良でやりたいからってね、そんなサーチとチーデスとドミネーションの繰り返しっていうのはまた違いますからね。こっくら当たるんちゃう、めっちゃ当たりいいな、この走、このとつりまくる感じが。あれ、タグ回収されちゃった、いる。 OK、そうなんですよね。そういうルールがね、アドバンスオーエアになってどうなるのか、そもそもあれはどんな感じになるんだろう。キルコンなんて空中にタグ浮くのかな。さすがないか、それは。でも空中に、いや落ちるよね、さすがに。あれちょっとね、今更になってみたんですよ、あのプロモーションを。ね、あんなことになってると正直思わなかったですね。がっかりではないです、がっかりではないですけど、不安がねすごいです。不安ですよね、何事も不安ですよ本当に。よし、まあそのアドバンスオーダーは僕は海外版買いますけどね、海外版で PS3 版買うか PS4 版買うか悩んでるんですよね。どっち買った方がいいのかな、 PS4 版かな、やっぱり。それとも PS3 かな、いや PS4 かな、いやー悩んでますね。というわけで今回はキルコンをやってまいりました。皆さんもね、アドバンスオーエアどちら買われますでしょうか。僕はまだ悩んでおります。それでは次回もかかってこーい。